はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。まさきあんず、16歳です。さあ、本日なんですが、レアコレですね。例年、いつもこのぐらいの時期に発売されるレアコレの、クォーターセンチュリークロニクルサイドユニティというボックスが今回発売されておりましてですね、こちらちょっと買ってきたんで、開封していこうかなというふうに、思います。まあこれどういうボックスかっていうと、まあ結構再録枠しかなくて、基本的には。今まで、多分皆さんも持ってるんじゃないかなっていうカードがいっぱい出てくると思うんですけども、まあ、こう見ていただいたらわかるんですけども、なんとですね、まあ全部で200種類のカード入ってるんですよね。200種類です。はい。多すぎません？ 200 種類ですって。まあ好きなカード、欲しいカード、当たるわけないと思ってるんですけど、まあ一応ですね、狙いは、サンダーボルトのエッジガイが、今回、これに再録っていうか、収録されている、再録じゃないね、収録されているらしくて、オシリスの天狗竜が、入ってるサンダーボルトじゃなくてサンダーフォースじゃないかって言われてたんですね。あれがちょっと欲しいのと、まあ、あとブラックマジシャンガールのね、イラスト違いのクオシクが入ってるらしくて、まあ、出るわけないと思ってるんですけど、まあ、一応ちょっと開封していこうかなと、いうふうに、思います。はい。やっていきましょう。さあ、1ボックス目やっていきましょう。サンダーボルト。サンダーボルトだぞ。サンダーボルトイラスト違い。まあ、出る、物欲センサーオフにしないとね、出るわけなんだけど。こんなものは。サイバネットマイニング、祝。うん。別にいらねえな。あ、でもあれか。ペインレイニアスとか光られても困るな。ストレッチマン光られても困るわ。結構。結構さ、光られたら困るカード多くないか？今回。はい。やべ、そろそろもう来るんじゃない？これ、サンダーボルトかっこええやん。サンダーボルト。いやー、なんだろう、これ。あー、これ次だな、これ。ちょっと一応、色見ていいか。ん？黒いな。これは？黒いぞ。ステータス見ていいですか？ 3500、2000。え？誰？カリユが？ 3500、わかんねえ。ちょっとテキスト読んでいい。自分は相手のエンドフェーズに発動して、表側表示モンスターが存在する場合、打点戦ダウン。ああ！アルティメットファルコンじゃないですか、これ。当てちゃったかもしんないな、これ。属性闇だろ。闇。ランク多分ね、あれだよね。ランクはちょっと無理だな。これ多分ね、R って書いてある、多分、最初の文字。やっぱりな。はい！アルティメットファルコン来ました。かっこいいじゃん、アルティメットファルコン。これは結構嬉しいですけどね、個人的には。レザータゼッキはですね、診断で強化されたパーツ全然僕持ってなくて、実は。昭和で構築止まってるんですけど、昭和構築レイドラプターズはね、ちょっと一応持ってるんですよ。これちょっと更新したいな。これいいですね。めちゃくちゃ嬉しい。これは。なかなかいい感じ。レイドラプターズネスト。エアーマン。あ、これ、風男もなんかあれだな。ヒーローデッキちょっといくつか、パターン、組むパターンあると思うんでね。これは何枚あっても、こんなもん何枚あってもいいですからね。はい。パラエクトが光られても困るんじゃないかな、これ。うん。3積みしなきゃいけないカードが光られるのはめちゃくちゃきつい。スターダストドラゴンかっこいい。これの、あれだな、25周年とかも欲しいね。アセファル、メルフィーラッシュ、いらねえ。これのクオシクとか当たったら泣いちゃう。メルフィーファンの人ごめん。あ、アンティキアカオスジャイアントも結構いいかもしんないね。割と。うん。エースモンスター、エクストラが出てくるね、エースモンスターはね、光ると嬉しいですね。個人的には。やっぱこういうのが光られると困る、一番。やっぱ、一枚だけ恐縮とかなってなんかダサいじゃん。デッキの中さ、やっぱ3枚同じリアリティ統一したいっていうのはちょっと、どうしてもやっぱあるんで、これ次やった、あ、これなんかアルティメットリアだ。アルティメットリアだね、これ。え？割といいやん。アロマセラフィージャスミン。アロマセラフィージャスミンのアルティメットリア、結構なんか、可愛い。うん。こういう、しかもさ、女の子のカードって、まあ、大体、まあまあの値段するじゃないですか。今回もなんか、霊使い入ってるらしいんですけど、霊使いめちゃくちゃ高そうっすよね。ちょっと、買い取り相場とかは全然見てないけど、なんかすごいね、高いと思う。マスカレナとかね、あ、ブラマジガール、来た。ガールだー！ガールってあれか？イラスト違いじゃないやつも入ってる。まあ、でも今更この、ウルトラレアのブラックマジャンガールいらねえよな。正直。あ、バイオンなんていうのはね、もう何枚あってもいいですよ、これ。これ100枚あってもいいですか、こんなものは。デッキの中に100枚入れたいカード。はい。そんなにいらないか。ファントムフォース、オノマトピック、アルマ、セラフィー、スウィートマジョラム。
これもなんか割となんかあの光っても結構ね、なんか値段結構高そうな気がするよね。この辺だったらね。サテライトウォーリュー、トランスコール10日、おう、ユベルダスエクストレームトラオレヒドラヘン意外とアルティメットレアね、結構かっこいいよ。これ、ほら、見て。この光り方。ビカビカ光ってるでしょ。これなんかこういうさ、まがまがしいモンスターってさ、アルティメットレアが似合うんだよな。見てくれよ。ユベルしかもなんか結構最近強化されましたからね。まあ、ちょっと第二形態が入るかどうかちょっとあんま知らないんだけど、割と、まあ、嬉しいか嬉しくないかで言うと、まあ、嬉しい方。ギリギリね。ギリ。デスフェニ。デスフェニちょっと光ってくれたら、それはそれでアドだけどね。まあでも言うて、今更か、もともとこれ、あれだしな、プリズマティックとかあるだろうしな、多分な。パラエク、はい。スタラストトレイル来た。まあちょっと、何、シンクロン系とか組んでないんで、トレイルとは光られても困りますけどね。フォーメラシンクロン。ホープ・ドラグナー。ミネルヴァ。おぉ、いいね。ホープ・ドラグナーとか光ったら過酷そうじゃない、これ。こういうね、なんかね、その盤面に残るクオシクは、あれなんですよ。僕個人的な、評価は高いです。非常に。はい。こういうなんかもう一瞬で使い終わってしまうカードの苦労縮はあんまり評価高くない。なんでかっていうと相手で自慢できないから。やっぱ、これはまあいいよね。こういうのが盤面に残ってくれるモンスターだったらまあ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 みたいなところかな。バックアップセイクレドリー。レディーバッカー。これ次やな。これ次やんね。これ次やな。これちょっとステータス見ていい。ステータスっていうか、色見ていいか。色。これ黒いな。これ黒いわ。黒いですね。ステータスは100、100、2000。100、2000って誰ロックダーモンスターじゃねえだろ、このステータス。中継地点とかじゃないの、100、2000って。アタッカーではないことは確か。ちょ、テキスト読んでいいですか。手札に加えるって書いてあるな。100、2000で手札に加える中継地点のカード。なんだデッキの、これ見てるのが25周年のなんかロゴで見えねえ。デッキの、超獣族闇属性レベル4モンスター相手で手札がいる。あ、メーグの猛禽だ、これ。メーグの猛禽ですね。レイドラプターズ。フォースストリックス。おー。悪くないぞ。いや、悪くない。意外と。25周年記念リアリティだって、これやで。何この黒崎パック。アルティメット黒崎パックなのよ、俺。革命の呪し開けちゃう？これいいね。なんか、統一感があって、まあ、割と、なしではない、と思いました。はい。2ボックス目行きましょう。ブラマジック、ちなみに1ボックスでね、2枚なんですよね、詳しくね。まあ、こうやって見ればわかるんですけど、これ2箇所光ってわかります？まあ、1ボックス2枚ぐらい入ってないと、さすがに、あれだよな、追っつかないよな。これで1枚だったらもう終わりだね。200種類あって。200分の1なんだもん。まあ、欲しいカード出るわけないね。アルマセラフィー、ジャスミン、フォースストリックス、フォースストリックス、レイドラプターズ、フォースストリックス、黒崎デッキ、マジでパーツ持って、やべ、あ、見えちゃった。E って書いてある。ごめん。ちょっと見えちゃったわ。E って書いてある。E って。もうイラストで当てるわ、じゃあ。もう効果を見ずにイラストで。てん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 。あ、サンライザーですね、これ。もうなんか色味的にこれサンライザーですね、これ。エレメンタルヒーロー、サンライザー。ごめん、ちょっともうちょっとドキドキしちゃったんだけど、なんか普通に出ちゃった。いきなり出ちゃった。サンライザー。うん、まあでもね、ヒーローはちなみに僕組んでるんですよ。普通にまあ、OCG デッキだとね、ガチデッキ、僕ヒーローデッキしかないんで、これはね、嬉しいかもしんない。割と。あとなんかほんとファンデッキとかしか組んでないから、ヒーローデッキだけはね、一応ね、ガチで使える構築にしてあって、そこで使えるんで、サンライザーは。これめちゃくちゃでかいですね。はい。アーリー。アーリエッティ。フェイバリットコンタクツ。これなんかエレメンタルヒーロー、シャイニングネオスイングランとかも入ってたから、シャイニングネオスイングランとかも欲しいですね。個人的にはね。レディーディバッカーは、まあまあ、ちょっとサイバースデッキも全然組んでなくて、組んだことなくて、まあ、理由っていらんかなっていう気はしてんだけど、エンタマ、はい。またユベルダスエクストレームトラウリヒードラフケさん、これ2枚目なんだけど、これさっき出たやつ。いや、いらねえ。そんな、これ2枚入れるデッキねえだろ。多分。ちょ、わかんねえけど、今の構築どうなんだ。これ、ユベルダスエクストレームトラウリヒードラフケはさ、一番最終形態だっけ？ユベルがユベルダス、アブシェリヒリッターになって、ユベルダスエクストレームトラリヒドラケなのから、ユベルダスエクストレームトラリヒドラケは多分これ第3形態だと思うんだけど、うん。そうだよね。これ、
これ3枚入れる気なくね、これ多分さすがに2枚も3枚も。じゃあ正直そんなにはいらん。そんなにはね。まあ、なしではないけども。フュージョンディステリー、ウルトラレア。はい。オノマトピック。アンティークギア、ギガントゴーレン。ワイバーン。あ。ん。来たね。来たね。来たね。青いね。青いね。なんかこれアクセスコロトーカーとか入ってんのこれ。アクセスじゃないか。ファイアウォールか。入ってんの。なんかできればあれだな、なんかネオテンとかがいいな、リンクモンスターだったら。打点は1600、リンク2。え、リンクに1600、誰、アロマセラピーとかね、これ違う、打点来たっけ、あいつ1800あったか。テキストはいや分かんねえな、これ。デッキ化というかリリース、自分のフィールド上のディスティリードモンスターリリースして、はい、クロスガイですね。クロスガイです、これ。はい、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 はい。悪くない。え、なんか、何この圧倒的ヒーローパック。熱い、結構。これなんか、サンライザーとクロスガイが同じボックスが出ました。これなかなか熱いぞ。クロスガイは多分なんか、その、性能としてはかなり強い方なんで、ヒーローの中でも割と高額なカードだとは思うんですよ。なんで、まあ結構当たりの方、当たり寄りだと思うんだけどね、これね。まあ、ただ25周年記念の中では多分、まあ言うてそんなにだと思うけどね。アップルズジャマー、はい。ダークコーリング。まああとは召喚試合なんで、もうサクサクいきますけども。スターダスト、パラ行く、シューティングライザー。シューティングライザーのなんか、アルティメットレアとか結構かっこよさそう。なんかシンクロのさ、この白いカードってさ、宿も似合うしさ、アルティメットレアもなんか似合うんだよね。結構いいよね。うん。ワクワクメルフィーズ。これあれか、ワクワクアーゼンスできるやつか。これアーゼンス入ってないよ、これ。このボックス。あー、これね、これ光ってほしかったなー。これが光ってほしかったんだよ。多分ね、これの光り物は、25周年は多分、ね、めちゃくちゃな値段すると思うんですよ、個人的に。ちょっと調べてないんでわかんないですけど、大体ね、霊使いは、すごい値段するんですよね。あいつも。霊使いとか、女の子系の、可愛い女の子系のリンクモンスターだったんで。はい。まあちょっとわかんないけど、ごめん、嘘だった、ごめん。あ、バルディッシュ。バルディッシュ U。来ました、バルディッシュ U のアルティメットレア。めちゃくちゃかっこいいですね。これはありだな。うん、これはありだわ。ちょっとゲゲー、ラスティバルディッシュじゃなくて、レイトラプターズに入るんで、このカードに関しては。なんで、これめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。今は多分ウルトラレアとかだと思うから、俺。あんまり OCG の方にはね、あまりそこまでの量の課金が、できてないんですけども。黄金質。サンダーボルト。まあ、今更このイラストのサンダーボルト、あまりにもいらねえよな。うん。できれば、まあ、新キラストのね、サンダーフォース、打ってる方のサンダーボルトの方が欲しかったんですけど、まあ、もう出ないでしょう、多分ね。ミミクリー、はい。シドク、フォースストリックス、イベルダス、アブシリヒ・リッター、なるほど。なんか、ユベル結構出てるの、ユベル含めてるのか。なんか、新しい新規モンスターは、プリズマ1枚から融合できるらしいですからね。同胞の絆。アンティギア、かわしないなと、これとか欲しかったっすね。ちょっとアンティークギアデッキ一応なんか太古の構築ではあるんですけども、僕昭和構築では持ってるんで新規カード全然入れてないですけどね。これはなんかちょっと欲しかったな。ダイヤね、はい。マスターデルタ制限カード、サーキュラーの代わりに制限になったと言われてます、はい。これ、ストレッチマン最終形態ね、これ光って欲しかったな。ダスティーローブ、はい。で、交際の魔術師、ティマイオス、とりあえずリベリオンエクシスドラゴン、セントミネルバー、マジュラム、サイバースイッチ、ボックス、はい。超重武者デッキの音も、ブラックマーシャンガール。このブラックマーシャンガール、実は、まあまあ高いとかない？そんなわけないか。こんな裏手あれや、なんか知るほどあるか？今、世の中に。500億枚くらいあるか。川柳の魔術師。魔術師デッキわかんねえ。これ、強いのか。魔術師、まあ、ペンデラムデッキです。ほとんど触ったことないかわかんねえ。で、ティマイオスのマナコ、時空のペンデラムグラフ、はい。で、オノマト連携。アーゼウス。いや、これ欲しかった。これ光って欲しかった。これめちゃくちゃ光って欲しかったな。まあ、アーゼウスなんかでもね、何枚あってもいいですからね、こんなことは。こんな方は何枚あってもいいですから。はい。ちょっと、出た、アルティメットと、シークレットをまとめて、お見せしたいなと思います。はい、というわけで、私の2ボックスの開封結果はこんな感じでした。だから結構なんかテーマで語ってくれたのはまあありがたいですね、結構ね。うん。
まあちょっとユベル2枚いらねえけど。まあただ多分これ、ちょっと全然調べてないんでわかんないんですけど、まあ当たりか外れかで言うとね、そんなに当たりの方ではないかなっていう気がするね。まあ多分本物の当たりは多分そのイラスト違いとかのさ、あのグラマジガールとかさ、あとはなんか調律とかさ、多分なんかサンダーボルトとかさ、あとなんかアーゼウスとかああいう汎用カードだと思うんですよね。まあ、汎用カードという意味では、もう1ミリも汎用カードじゃないので、この辺とかは。なんで、ちょっとね、いまいちだったかな、引きとしては。個人的には嬉しいですね。はい。はい、というわけで、ぜひね、あの、開封した、あの、デュエリストの方がいらっしゃいましたら、俺はコナーだったぜっていうね、あの、コメントで残しておいていただけると、あの、嫉妬でブチ切れて、ブロックするかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。はい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、次の開封でお会いしましょう。じゃあね。